ノアスキに対する一般先生たちの反応集。ノア好き。ゆうかちゃん好き。湿度が高い。後で構ってくれるの好き。イベントで初めて見たが、なんか公式のない完璧超人で怖さがあった。先生置いてトレーニングから逃げたりするの好き。ゆうか好きすぎがある。アトラハシースとウトナキシュティムが存在して、ノアって名前の持ち主だからなんかありそうな女。一人だけ平壌に物理的な影が存在する女。後から出てきたのに、あっという間にユウカの相方の座をかっさらった女。存在自体はちゃんと前からいるから。にはは。ノア先輩はマジで怖いからちょっと。ユウカとどうこうじゃなくて、ノアとイチャイチャしたいんだよ俺は。控えめに言ってユウカとノアと 3P したい。こういうの許してくれる子なの？本人と反射で2倍の手間がかかっている豪華すぎるメモロビ。ノア一物シュッシュめちゃくちゃうまそうだから好き。あらゆるプレイが高水準だしこっちの弱点を知り尽くしてる。それはそれとして自分の弱点は教えてくれる。パイパイ大きいから好き。横島な考えを見抜いてきそう。黒幕扱いされる女。ノアとイチャラブセスユーカ抜きで。デカパイの印象ないんだけど、みんなすごいデカパイで描く。いやでかいよ。一年ぶりに後で構ってあげますしてくれて嬉しい。メモロビ見ると思ってた以上に先生のこと好きだなとなる女。ユーカの忙しさについてよく話すけど、ノア自身も忙しい身だし、そこらへん先生が気にかけてくれると嬉しそうにするのがいい。声好き。半角カタカナで喋ってるイメージしかなかったから意外だった。絆ストーリーでさらっと先生のコーヒー飲んでハート出す子。ミレニアムでの特許関係の業務ってめっちゃ重要だし、数多いから仕事大変そうだよね。記録通り、完璧って言うかリスペクトのセリフ言うの好き。後でちゃんと構ってあげますの言い方大好き。もともとレイルガンはノアの獲物の予定だったとかなんとか。アリスが魔王だからですか？ゴリラ呼ばわりされてたかもしれないのか。ノアのこの完璧なところが崩れる瞬間を望んでる派。このままずっと完璧でもて遊んでほしい派。あの泣き顔可愛いからもっと崩れてほしい。ユーカと先生の間に挟まりに行くどころか、先生を挟んでくる子。レイルガンのままだったら黒幕だったんだろうな。デザイン的にはプロトタイプアリスだったらしいので、こっちが魔王呼ばれてたかもしれない女。この胸で自称勇者は無理があるだろ。何でも記録する子に、消えてしまうガラス文字のメモロビはオシャレすぎる。ユーカちゃんが冷酷な算術使いだからですか？ユーカノアなら重婚いける。ノアの泣き顔どこで出るんだろうって思ってたらあくび顔だった。ようやく実装から1年なキャラなのに、サービス開始からずっといたような馴染みっぷり。ダチエだけだったり断片的に話に出てきたりは、もともとしてたからな一応。実装されてからその空白を埋めるかのようにどんどん出番が用意された。目の前で爆散しても一生覚えててくれるのかな。開幕薬持った黒幕。ユーカをアシストして、自分の恋心を表に出さずに傷つくみたいな二次創作が多くて助かる。別に気軽に 3P してもいいゆるさがある。ブルアカはとてもはかどる。まず登場はじめに先生との関係性をからかうの。ユーカが普段どんだけ先生のこと話題に出してるかって感じある。ユーカはまあチュートリアルの時点で、ミレニアムの他の生徒に先生のこと SNS で拡散してるし、メモロビ最初の女だからな。先ちょもあったから普段の様子が、他の子以上に想像しやすいのもある。こっちも人当たりは良さそうなのに、交渉や外交は大体ユーカの仕事。ユーカを振り向かせるために、先生にアプローチかけてる女。ノア先輩は恐怖で外交するタイプじゃないですか。小雪ちゃん。おそらく花子と同じく先生の推しに弱い女。セミナーの絡み好きだから早くリオも復帰して絡め。両手に話す衣装みたいな空気があるところは正直助かっている。一人選ばないとダメみたいな空気だと、大体負ける方のキャラだと思うから。ノア一人を選びたいよ。箱舟からレールガンぶっ放してたルートもあったかもしれない。ノアがいないユーカは、本編でも散々書かれてるし想像しやすいんだけど、逆が全く想像できないから、ユーカの付き人じゃないノアの出番が欲しい。厳しいように見えてダダーマなユーカと、一見優しく見えるけど隙がなくて厳しいノアでバランスが取れてる。いきなり今日はテンション高いねって突っ込まれててダメだった。ユーカの衣装違いはあってノアはまだないから、ノア単独で衣装違いのイベントがあると思うんだけどいつかはわからない。セミナーで存在示唆されてるけど、出てないのってまだいるのかな。
悪の四天王って言われてたから副会長がいると推測されてたけど、この分だと多分いない。俺を優香との間に挟んでくれるの好き。来年セミナー水着来ないかな。小雪をたくさんいじめてほしい。先生を独り占めするダーク、ノア。全体的な色合いがオゴルナさんに似てるし、プロトアリスだったのはなんとなくわかる。アリスのプロトタイプというか、ミレニアム全体のデザインコンセプトみたいな言い方じゃなかったかな。ノアとアリスの絡みってどんなんあったっけ？アリスが運営する赤ちゃんプレイ店にノアが入り浸ってる。ユーカとノアはミレニアム生デザインの叩き台になるようなキャラとしてデザインされたけど、ノアの銃は後から描いたアリスと被ったんで変えたとかそういう話だ。公式モッドノアをしてこい。ユーカよりおっぱい大きいから好き。ケツのユーカ、父のノア。普段の立ち絵が結構装飾多いからわかりにくいけど、ジャージノアでかぱいすぎてのおかしくなる。普通に抱きしめて一物こすりつけたい。余裕ある態度崩したい。定期的にノアのエッチな絵が増えてくれて助かる。水着でも晴れ着で何でもいいから新規ノアを出しておくれ。ノアの目もろびて汗すごそうでいいよね。リオと同じで脳を焼かれた人がそれなりにいる。ニハハノア先輩は裏表のない素敵な先輩ですよニハハ。その子ユキちゃんのセリフからは裏の意味が込められていそうですね。お母さん。着込んでるしデカパイもっと出して。最初に連邦生徒会の事務所で出会ったのはノアだもんな。デカパイ感謝。アロナ頼む俺の願いを聞いてくれー。いつだったか生子食わなくてお高く止まってんなと思った。スミレのエアロビも逃げたことも、生子ソーダ飲む競技を棄権したことも、ずっと覚えててやるからなノア。正直ノア好き。私だって当番に来てくれたノアに、悪意なく飲み物生子ソーダしかなかったけどいいかな？って言って振る舞いつつ、何食わぬ顔で自分が先に飲んでそのままぶっ倒れたかった。別衣装では弱いところ見せてくれノア。そこが見えないキャラ筆頭。ノアにだるがらみしたいよ俺は。デバフ量も持続時間も高いから、可能性は感じるんだけどな。先生を物扱いした数少ない生徒。ノアって汚れ仕事はしないタイプ。可能な限り全部優香に押し付けるタイプ。いや優香のためならやる優香以外に押し付けるタイプだな。または優香にやらせて自分は反応を楽しむか。汚れ仕事が何を指すかはわからんけど、少なくとも前線で小雪優香と戦うことに何らためらいはないだろ。イオリレベルに性欲向けても、軽くあしらわれちゃうんだろうな。先生がずっと覚えててくれると言った。何度もやり直しても毎回綺麗に記憶をなくしてしまうのに。ニハハ先生も厄介な人に目をつけられましたね。ノア初登場は降臨大祭だからな。初期 PV から存在してたけど、それまではあくまで推定ノアだった。ノアの用事につけてるのヘッドホン。レールガン持ってきて。ノアが箱舟に乗って、レールガン撃ってた展開もあったかもしれん。世界観が世界観だから、あんまり気つかないけど、血化粧って綺麗だよね。